タトラカータトラ K1 タトラ K1 はかつてチェコスロバキアに存在した鉄道車両メーカーの KD タトラが製造した路面電車車両。多数の新技術を採用した試作車として開発されたが故障が頻発し短期間での終了に終わった。タトラカーはかつて KD タトラがアメリカ合衆国で開発された高性能路面電車の PCC カーの技術を ライセンス契約で獲得した上で生産が実施された路面電車車両である。最初のタトラカーとなったタトラ T1 以降各国へ向けて製造が行われていたのは一両でも運用可能なボギー車であったが各都市の需要が増加するにつれてボギー車では輸送力不足になる事例が現れるようになった。また車掌業務が存在した1960年代当時 ボギー車同士の連結運転を実施する際は、各車両に車掌を配備する必要があり、人件費も課題となっていた。そこで、KD タトラはこれらの問題を解消すべく、各車体がホロでつながった連接車の開発に取り掛かった。そして、その試作車として製造が実施されたのが、タトラ K1 である。全長20メートル級の2車体連接車で、 従来のボギー車と同様に片側にのみ、運転台が設置されていた片運転台車両であった。車内の座席配置は1、2列のクロスシートを基本とし、各車体の右側に2箇所、折戸式の乗降扉が設置されていた。ボギー台車は、前後車体の両端に、動力台車が、連接部分に付随台車が存在しており、動力台車には、主電動機が2機存在した。制御方式は、 従来の KD タトラカーと同様に抵抗制御方式が用いられたが抵抗機については円形に配置された多数のタップや回転式の接触機を用いて抵抗の増減を行う加速機とも呼ばれるものから電磁石の吸引力を応用した電磁回閉器を用いたものに変更された。また、制動装置についても従来のタトラカーとは異なり台車に設置された。 ディスクブレーキの稼働にコンプレッサーから供給された圧縮空気が用いられた。1964年と1965年に1両ずつ製造され、当初はプラハ市電で1965年以降はオストラバ市電で使用された。だが、様々な新機軸の技術があだとなって故障が頻発し、実際の営業運転に使用される機会は少なかった。 さらにこの事態を受けて、KD タトラでは、タトラ T3 等従来の車両で用いられた電気機器などの構造を用いた連接車のタトラ K2 を開発し、1966年から量産を開始した。その結果、タトラ K1 は両社とも1968年に運用を離脱し、KD タトラのスミーホフ工場へと返却された。その後801は解体された一方、 800に関しては、車両番号を7000に変更した上で、全長を17.2メートルに縮めた2車体、連接車への改造が行われた。これは当時連接車の需要がありながらも、急曲線などの線形条件が要因となり、従来の構造の連接車の導入が難しかった、東ドイツ向けの車両の開発に向けた試作車で、一つの車体につき一つのボギー会社が備わり、 車体間はヒンジによってつながれていた。1968年の改造当初は、期間 1435mm のプラハシ電で、1971年以降は、機関間 1000mm のリベレツシ電で試験が実施され、1973年には、電気子直波制御に対応した TB2K 制御装置を搭載し、車両番号も8004に改められた。 これらの試験の成果は、1972年に試作車が完成し、1975年から本格的な量産が開始された小型に車体、連接車のタトラ系 T4 に生かされた。その後8004後1977年に解体されたため、2021年の時点でタトラ系1は現存しない。ありがとうございます。